はい、皆様どうも、マフロです。それではケリ姫の方やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、フェイト、聖杯戦争、こちらの方ですね、エキストラステージが追加されたようです。はい、こちらの方を今日はやっていこうと思います。それでは、1からですねやっていきましょう。どうしましょうかね。プラチナ狙っていきましょうか。ネムネムさん使わせていただきましょう。エキストラになって属性が強化されてるから、まあでも先制術師さんがいるから楽だとは思うんですけども、まあレベル次第ですよね。600、これやべえかもしれん。とりあえずスパイクさんでどれくらい与えれるかな。おー、一発でやっつけれない、これはちょっと厳しいぞい。グーいないぜ。同じ職でいくか。これ苦戦しそうだね、かなり。特にこの人属性は、あ、グーか。わあ、グーか。あ、グーならいいか。まあ、とりあえず。レベル高いからでもあれかな。ガードさえ入れた方がいいかな。とりあえず攻撃回避用に。クリマさんね。まさに攻撃してほしいな。あー、うちスパイクさんにも当たったよ。これ最後の方つらそうね、かなり。あー、この人も厄介なのか。回復するんだよな、この人。でもエキストラバトルだとあれ一回やられたら復活しないよな、確か。まずい、やられないようにしなきゃ。回復を取りたいな。回復ないな。ちょっと離れた位置に。あ、一撃でいけそうだね。初期か。ここも乱入あるんかな。乱入あったら恐ろしそう。
わあ、ラニュー来たよ。勝てんのこれ。ちょっと一回やってみようか。かなり厳しそうな気がするんだけど。あ、まだ弱い。で、直でいけば。まあ何も落とさないけどね。レベルがどれぐらい伸びるかだな。あ、足りないんか。じゃあ違うの着よう。プラチナの服にしとこうかね。よし、じゃあ次も行こう。超危険になってるよ。じゃあポンタさん使わせてもらいましょう。当たんないか。当たった、よかった。ちょっと離れすぎたかと思って。で、クリマさんの砦で。あんま前行かないで。よしよし。全部当たった。矢が刺さりまくってる。的がでかいから。慣れるに越したことはね。ああ倒し、ああ倒し、倒しきれないこと。してるけど、しゃあないな。
らえたかね。先生術師さんがいなかった以前では多分クリアできなかっただろうな。あ、残りそう。あ、大丈夫。お、プラチナ落とした。ニューアイテムがあるのか、こちらから見てみよう。残念。これでも集めれば無料で強化できるな。無料で集めることしか考えて、あ、強化することしか考えてねえ。あと3戦か。よし、ここからはちょっと強いだろうから、すいませんが助っ人さんを使わせていただきます。フレッチ系がね、あと2枚ないと回せないんでね、意地でもクリアしないと。マジで。なしだよ。大丈夫、全然減ってない。よしよし、今のところはいけてる。スケットさんだとね、失敗しないんだけどな。なんかナイトさんだと突っ込んじゃうんだよな。なんでだろう。失敗率高いんだよな、ナイトさん。あまりもギリギリでやろうとするからな。あれちょっと恥ずかしいから本当やめてほしいんだよ。
公式チェックしてないかちょっとわかんないですけど、あでもドレス欲しい、プラチナ落として無料で強化したいので、プラチナ落とせや。よし、あと2つ。お、またここは出るようになってんのかな、1000万さんが。あんまりレベルは上がんないんだな。まあ1000とか超えられても困るけどね。とりあえずプレチケ2枚欲しいんだ。よし、プラチナ落とせ。落とさねえか。凶悪だったと思うんだけどな。以前のコラボの時はこの人ものすごい凶悪で倒せなかったんです。いや強いんじゃなくて回復量が半端なくて削りきれなかったような気がします。確かそれを思うとそれだけ強くなったってことかな。まあ、あの時は覚醒もまともに持ってなかったしね。いやでもまだまだ強くなりてえ。プラチナ落とせー。
矢がいっぱい刺さってる。ちょっと面白いよね、マインクラフトでもそうだけど矢が刺さってるとこって結構面白い。よし、あと一つじゃ。プラチナは出なかったけど、お、いけるかな。チョキ、まあ、助っ人さん使っていきましょう。最後も1000万さんが良かったな。とりあえずスパイクさん削って、まあ相性によってね、グーの人には厳しいな、まあ、防御力下げるために使うけど、あ、どうした、関してだけは送りませんでした。よし、ここで切るぜ。対しては相性悪いな。しかも防御力下げる刀にしてほしかったな。あ、倒した。最後700ガーレベル。出ないね、最初出たっけ。乱入も最初っきり出なくなっちゃった。王冠を取って切る。さあ、乱入来いや、最後くらい来いや。来ない空気読んで欲しかったね。あ、そうだ、ここはあれだったね、 B クラスか
覚醒情報ばっかし入れてるからだね。でもここ普通にやってクリアできる気しないんだけど。おっ、おしゃれグッズもらえた。まだ取れてないアイテムいっぱいあるんかな、ひょっとして。はい、とりあえず、一通りクリアはできました。次回はね、ここやっていきたいと思います。もう一つの方ですね、総武線。はい、それではスロットを回して終わろうと思います。最近スロット運がねボロボロなんですよね。メンバーが欲しいな。でもメンバー欲しいけど、演奏家、まあメンバー自体当たらないかもしれないけど、演奏家さん出たら泣きそうだよな。ちなみにこれ何が違うの？約束された勝利の剣と。微妙にメンバーが違うの。コラボもな、回してもろくなもんねえしな。まあ確かにここでね、主人公が先生術師さんになれば嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、悩むね。メンバーは欲しいが当たる気はしねえ。当たっても演奏家さんのような気がするな。まあでもこれやるか。もうコラボはもうこりごりだしな。はい、じゃあこれを回してみましょう。最近無心パワーが全然通じないからね、今度は煩悩だらけでいってみましょうかね。当たりやがれこの畜生。さあ来い。しかもやり使いさんの武器ってな。ダメだね、最近スロットがね、本当にね。はい、それでは今回はここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。